はい、行ってみましょう。行きます。どうぞ。で、まあ、P 押します。今からこうやってグッて寄れば P を押しました、今、はい、全くわかりませんけどこういったところでリフレッシュをしたんですね。だからいろんな空間があって、いろんなバリエーションがあるっていう。どうもしゅんです。こんにちは。マイクロソフトさんのオフィスにお邪魔してるんですけども、今回は普段マイクロソフトさんなかなか入れないんですけども、はい、今回ほぼ外部のメディアでは初めてマイクロソフトさんの、オフィスにお邪魔できるということで、オフィスツアーをさせていただけたらなと思ってます。はい、もう一つマイクロソフトさんが、主催されるアイディアクティブジャパンというイベントプロジェクトがあるんですけども、そちら の, アンバサダーにしゅんダイアリーチャンネルがならしていただいて、そのイベントもの詳細も後半部分でご紹介できたらなと思っています。下の概要欄から詳細が見れるので、よかったら覗いてみてください。今回は就活生の高橋さんに実際にマイクロソフト のオフィスツアーをしていただけたらなと思ってます。はい、はい、めっちゃ楽しみです。ちなみに僕もロケハンで見させていただいたんですけど、今までで取材した企業の中でもう時価総額やっぱ世界ランキング入ってるだけあって、やっぱ全然違うんで、皆さん ぜひ最後まで見ていただきたいなと思っています。で、オフィスツアーだけじゃなくて、実際にマイクロソフトで働かれてる社員さんがどういう思いで働いてるかとか、まあ、なんで働き続けてるのかっていうところも、はいはい、人にフォーカスして、伝えれたらなと思ってるので、同時に楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、行ってらっしゃい。行ってきますはい、ということで今日案内していただく西脇さんに来ていただきます。はい、西脇さん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ようこそマイクロソフトへ。ありがとうございます。自己紹介お願いいたします。はい、マイクロソフトでエヴァンジェリストというね、お仕事をしています西脇です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エヴァンジェリストって何ですか？エヴァンジェリストってお仕事って、はい、世の中に広めるっていう役割なんですね。はいはいはい、例えばテクノロジーが IT がデジタルがどんなことを引き起こしていくかという、この魅力いっぱいに伝える仕事が私なんです。マイクロソフトの魅力を伝える仕事なんですか？マイクロソフトの仕事もやるし、マイクロソフト以外にやっぱりさっき言ったようにデジタルとかね、はいはいはい、IT とか、はい、これっても世の中動かしてるじゃないですか、はい、それを楽しく伝える仕事です。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、早速中の方見させていただいてもよろしいでしょうか？わ、はい、かりました。気軽にぜひ。ありがとうございます。散歩してください。じゃあ、はい、行ってきます。はい、レッツゴー。はい、ようこそお越しいただきましてね、これ、はい、まずね、マイクロソフトのオフィスって、ね、ものすごくね、グリーンが多いんですよ。はい、めっちゃ多いですね。そう、これ本物ですよ。本物。なんか本物ポロ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 、生きている証拠ですよ。生きている証拠でね。で、ちゃんと後ろに水が流れてる。すごいですね。だからやっぱりね、食物も心地よく、そして我々も心地いいオフィスですね。これ照らされてるんですね。そうなんです、ね、照明に、うん、だから育ってますよ。ほらすごい、どんどん大きくなっていくんですね。これ、まあ、こういう専門のスタッフの人がちゃんとね、毎日毎日ね、可愛がってあげてくれてるんです、ね、さすがマイクロソフトだ。はい、ちょっとね、素敵な場所行きましょう。はい、何ですかこれ、撮影スペース。そう、なんかラジオとかテレビの収録場みたいな感じですよね。はいはいはい、今やっぱりオンラインで配信をするイベントが大変増えてきたので、オンラインで配信をするための専用のスタジオをもう揃えて。こんな広いところ、はい、すごい。こういうスタジオがいくつかあります。へえ、ちょっと入ってみます。どういう撮影したりするんですか？やっぱりマイクロソフトが今どういうことをしているかということね、はい、世の中はこういうふうに変えていますよとか、はい、新しいテクノロジーがこんなことが出てきましたよとかね、はい、まあ、そういったことを世界中の人に発信するためには、やっぱりこういうスタジオの空間がないとね、うんうん、すごい、こんなしっかりしてるんですね。はい、かなり設備もしっかりしてるんです、ね、マイク持って。そうなんですよね。すごい。もう一つのスタジオ行ってみましょう。あ、ぜひ、ね、ありがとうございます。続いてのスタジオ行きましょう、ね、はい、こちら側ちょっとおしゃれですね。そう、ちょっと入ってください。はい、失礼します。はい、おしゃれな、はい、おしゃれですね。ちょっと座ってみてください。はい、じゃあ私撮りますね、まあ、こういった形でね。これはさっきのとなんか使用用途違うんですか？そうですね、まあ、背景に、なんて言うんだろうな、書斎のような雰囲気があるので、はいはいはい、まあ、エグゼクティブの方が情報発信するときなんかね、ここ使ったり、インタビューの時にもここ使ったりするんですね。じゃあマイクロソフトの YouTube に上がってる動画とかは？あ、ここが多いですね。へ、はい、でこういうね、ぜひサインなんかも書かれていただいてね、はい、すごい、やっぱり本当にスタジオがたくさん今の時代は作られるようになってきて、マイクロソフトのこのビルの中でもスタジオがここだけで2カ所、うんうん、他のフロアにも何カ所か、いろんなところから配信できるようになってるんですね。これははい、マイクロソフトはご存知のようにゲームもやってるんですね。
ゲームもやってますよ、Xbox やってますから、加えてこう自動車産業にもいろんなことを学んでいただくためにも、ちょっと座ってみてください、これは実際にゲームとかもできるんですか？そう、ゲームもできますしね、車の乗車体験もできるんですよ。すごい、本当に運転してる感覚ですよね。はい、すごいですね、これいろいろ押せて、はい、マイクロソフトはゲームからね、自動車業界までやってるんですね。自動車もやってるんですね。これ実際に社員の人が遊んだりとかできるんですか？まあ遊ぶ時もあります。リフレッシュのためにね、あと体験を学ぶためにもね、もちろん大丈夫ですけどね、お客様にやっぱり使っていただくものですね。なるほど。はい、続いては、マイクロソフトテクノロジーセンターにご案内しましょう。はい、はい、開けていいんですか？もちろん開けましょう、一緒に開けましょう。じゃあね、はい、はい、重々しい扉がすごっ。このエリアがずっとテクノロジーセンターです。マイクロソフトのさまざまなテクノロジーをご紹介して、まあ、さっき言ったいろんな産業がね、どんなことができるかってことをここで実験していただいたりね、ここでお話をしたりミーティングをしたりビジネスを作る場所ですね。ここで働いたりとかもできるんですか？そうですね、実際にここで働いてお客様とねディスカッションをしたり、ここでものづくりをしたり、これプレゼンテーションをしたりしますよね。めちゃくちゃおしゃれですね、ちょっとテーブルじゃなくてディスプレイの横にちょっと立ってもらって、ディスプレイの横に立ってもらって、はい、じゃあプレゼンちょっとしてください。私ここでいますので。ここになんかペンがあるんですけど。はい、ホワイトボードを押してください。じゃあホワイトボードでちょっとディスカッションしましょうか。ちなみに30秒ぐらいで自己 PR 西脇さんにお願いしてもいいですか？自己 PR、 はい、じゃあ30秒で自己 PR させていただきます。突破力ってやつですね。突破力ですね、高橋さんです。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今の自己 PR プレゼンのプロの西脇さん的にいかがでしたか？はい、90点ぐらいで、はい、優しい、はい、同じ基本的に優しいんですよ、はい、やっぱり自分を肯定してね、仕事やっていただいたりね、学生生活もやっていただきたいんで、はい、やっぱ成果をアピールできるっていいですよね、はい、ありがとうございます、うん、残り 10% の伸びしろ頑張ってください、うん、頑張ります、はい、すごいおしゃれですね。デザインもおしゃれですよね。おしゃれですね、さっきからいろんなデザインがすごい。西脇さん、何してるんですか？はい、今ちょっとこれミックスドリアリティという、はい、この仮想現実の空間を使った仮想現実、はい、ちょっとシステムにサインをしていました。何をタッチしてるんですか？はい、今これちょっと私のパスワード今入れてるんですけどね。すごい、何が見えてるんですか？見てみますか？はい、いいんですか？はい、もちろん。私頭が大きいので。わあ、これ押せるんですか？押せますよ。今押してて大丈夫ですか？うん、グッと押し込めば。すごーい。これちょっとでも見せてあげてです。なんかキーボードがあるんですよね、ここに。そう。キーボードがあって、ここにもウィンドウがありますよね。はい、ここにウィンドウがありますね。で、まあ P 押します今から。うん、こうやってグッて寄れば P を押しました、まあ、今全くわかりませんけど。消すとかもあるんですね。おう、全部消えちゃった。という道具を使って、はい、手術をするんだったらということでここなんですね。ちょっと白衣みたいなの来たんですけどね。ああ、なんか、うん、医療機関っぽいですね。っぽいですか、はい、でこのヘッドセットをつけますと、はい、そうなんですね、患者さんの患部が映るんですね。へえ、あ、ここにですか？そう、例えばここにというか、このここに映ってるんですよ。ここに腫瘍の位置があって、はい、ここにも脳腫瘍の位置がこう分かるんですね。へえ、未来だ。すごいですね、ドラえもんの世界みたいな感じですね。これを使って医療現場を革新していくってことをやってるわけなんですね。へえ、かっこいい、マイクロソフト。そうですよね、やっぱりテクノロジーができることってもっともっといろんなことがあるはずなんで、はい、それをみんなで作り上げていくのが我々の考え方なんですね。すごいですね。じゃあ続いてはシアターというスペース。シアター、はい、ちょっと行きましょう。この壁もすごいですね。すごいですよね。すごい重厚な感じですよね。そのくらい重厚なスペースをご案内しましょう。では行きます。あ、ここなんですね。はい、行ってみましょう。行きます。どうぞ。すごい、すごいです。なんですか、ここは。ありがとうございます。めっちゃいい匂いする。はい、ここはね、
プロジェクターが全面にあって、あ、これ全部プロジェクターなんですね。はい、そうなんですね。そして、大切なお客様をお招きして、お客様にブリーフィングといってプレゼンテーションとかね、はい、デモンストレーションとか、お客様とのディスカッションを行う秘密の場所なんです。で、ここがプレゼンテーションエリアで、これめっちゃ緊張しますね、ここでプレゼンするの。でもここでお客様のビジネスを語って、はい、お客様のビジネスを成功しようということをやってみたいとね、多分ね、学生の方と思ってるはずなんですよ、うんうんうんね。で、時にはここでリモートの方をね、お招きをして、ここに映像でね、あ、はいはいはい、だからもう地域差も関係ないですね。そうですね、うん、別にここである必要はないですね。先ほどのスタジオとつながったり、はい、映像でつながったり、ここにお客様をお越しいただいたりして、はい、お客様とどんなことができるかってことをね、テクノロジーでどんなことができるかをこう語っていくのが我々の仕事なんですよね。なるほど。西脇さんに質問があるんですけど、はい、どうぞ。マイクロソフトに入社した理由って何ですか？まあ、マイクロソフトって今ご覧になっていただいたように、はい、たくさんのことやってるんですね、うん、インターネットやってたり、はい、まあ、もちろんサーフェイスもやってるし、はい、ゲームもやってるし、うん、いろんなことをやっている。このいろんなことの可能性を自分もチャレンジしたいなと思って、はい、でチャレンジするんだったらいろんなことやってる会社がいいじゃないですか、はい、だからマイクロソフトを選んでるんですね。だからマイクロソフト、うん、マイクロソフトに入って一番良かったなって思う瞬間とか働きがいとかって何かあったりしますか？やっぱり今の時代ってテクノロジーが世界を動かしてますよね、はい、でマイクロソフトに言うと技術を使って会社を動かしたり、うん、世界を動かしたり、はい、あるいは世界中の人たちと一緒に産業を作ったりすることができる。 そしてね、テクノロジーってすごく今感謝されるんですね、はい、高齢の方にありがとうって言われたり、うん、地域の方々にありがとうって言われたり、うん、障害持ってる方々にすごく幸せになったよって言っていただいて、これがね、嬉しいですね。これをね、テクノロジーでできる、はい、ということがね、大事なんですね、うん、私、マイクロソフトのパソコン使ってるんですけど、ありがとうございます。私の生活の基盤にもなってます。確かにそうです、はい、そして就活の基盤にも多分なると思うんですよね。就活の基盤にもなってます。ありがとうございます、はい。皆さんやっぱマイクロソフトで働くことに誇りを持ってる方が多くて、うん、人がブランドみたいなところもすごいあるんだなっていうのをすごく、あのマイクロソフトの社員さんとお話しすることにめっちゃ感じます。そうですね、感じてます。そうですね、人がみんなキラキラして、うん、生き生き働いてる感じがします。マイクロソフトはね、あのグロースマインドセットというのは社員一人一人全世界の従業員に根付いてるんですね、はい、でグロースマインドセットっていうのはとにかく学んで自分が成長すると、うん、だから失敗してもいいんですよ、うん、間違ってもいいんですよ、うん、大変なことをしでかしても、うん、そこであ、これをやったら間違えるんだとか、はい、これをやったら失敗するから次気をつけようねって、うん、これを学びがあることが実はマイクロソフトの社員の誇りなんですね、うん、だからチャレンジをしない社員は逆に言うと学びがないです。むしろチャレンジをして失敗した社員の方が学びが多いじゃないですか、はい、これが称賛されます。なるほど。ここはなんかまた雰囲気がガラッと変わりますね。はい、ようこそ VIP エリアへ。 VIP エリア、はい、私入っていいですか？はい、もちろん VIP ですから入ってます。わー、向こうが入り口とかですね。ここですか？はい、まだまだ絵がありますね、いろんなところに。いい作品がいっぱいあるんですね。そしてここは何ですか？ここは会議をするところ。 VIP っぽいですよね。 VIP っぽいですね、はい、エグゼクティブのミーティングルーム、あるいは本当に重要なお客様がお越しいただいて、ここで重要な議論をするという場所なんですね。通訳ブースもあります。通訳は、そっか、いろんな国の人がいるから。そしてもちろんオンラインでつながっていますから、はい、今カメラ動きましたね。カメラ動きました、はい、話している人に置きます。すごい、話者を特定してその人のカメラを常に追いかける。その人がカメラを追いかける。すごい、すごいですよね。こういう仕組みで、こっちこっちですよ、こっち。映画やね、ドラマでも使われた撮影スペースを使ってます、ね、有名な、はい、皆さんも大抵知ってるドラマで使われています。ここ、あの私から見たら普通にあの、あっちが見えるんですけど、マジックミラーになってるそうで、あっちから見たらこっちの様子は見えないそうです。ここが通訳のスペースだそうですね。おお、本当だ、全く見えないです。鏡になってますね、こっちから見ると。すごい、すごいですね。じゃあ続いては、はい、休憩スペースみたいなところに行きましょうか。休憩スペース、ね、そうなんですよね。へー、やっぱりあの、どういう感じのところなんでしょうか。リフレッシュをするって大事ですから、はい、このスペースに行ってみましょう。はい、すげえ、上のフロア黒くなってる。はい、行きましたね。夜のマイクロソフトのオフィスって多分撮影入ったことないんじゃないかな。なんかディズニーランドのアトラクションみたいですね。
本当ですよね。ちゃんとね、解決が全部こうやってね、どういう予定があってここで解決使いたいっていう予約がすることができるんですね。すごい、これ何ですかこの絵、おしゃれ。おしゃれですね。あの、私は説明できないんですが、これ何かの、あ、結構有名な方が書かれてるんですね。まあ、こういったところでリフレッシュをしてあるんですね。はい、すごい。え、ここでも仕事できるんですか。そうですね、どこで仕事やってもいいですよ。しかもコンセントもある。はい、コンセントこっちありますよ。すごい、はい、ネットワークもずっと使えますからね。飲み物もね、あの、自由に飲んでもいいですね。めちゃめちゃおしゃれ、普通のカフェみたいですね。そうですね、もうそんな雰囲気ですね、間違いなく。すごい。もう一個聞きたいのが、はい、見てる人の中でマイクロソフトに行きたいなとか思う学生もいると思うんですよ。ぜひ。マイクロソフトに向いてる人ってどんな人ですか。ほんとね、あの、やりたいことがあるんだったら誰でもいいと思いますよ、はいはいはい、あの、やっぱりテクノロジーを使ってこんな風に世の中を変えたいとか、うん、こんな課題を解決したとか、この人を幸せにしたいと、もうそういう気持ちだけで十分だと思います、うん、え、その、私じゃあ、その捨て猫とか多いじゃないですか、あの、課題解決したいなと思ってるんですけど。私も完全なる猫派なんで。あ、そうなんですか。はい、じゃあそれマイクロソフトで一緒にやりましょうよ。あ、いや、じゃあ、はい、じゃあお願いします、はい、これから。でぜひ、あの、インタビューの時にどういうことができるかっていうことをぜひ語ってください、はいはい、あ、何でもいいんですね。何でもいいです、何でもいいです。自分がテクノロジーでやりたいことがあるんだったらそれを応援しましょう、はい、それがマイクロソフトの考えてることなんで、はいはいはい、いいと思います。何でもいいんだ、はい、でも猫の次はじゃあ何やるか、何やるか、こうやって自分と一緒に成長していくんですね、社会が。ちなみに何やりたいんですか。私がやりたいのは2つあって、うん、1つは世の中で幸せだと思える人がたくさん増えるってこと、はい、これ IT で絶対できるんですよ、うん、それが1つ目ですね、うん、でもう1つはやっぱりやりたいなと思ってきてもできないことがいっぱいあるっていう人がいるじゃないですか、はい、これが理由でできないという、その理由を全部 IT で帳消しにしたいんですね、うん、例えば地方にいるからできないっていうんだけど、はい、そんなことないじゃないですか、はい、IT 使えばもう距離なんて関係ない、はい、地球の裏側にもすぐに会話をすることができますよね、はい、よく英語が分かんなくてって言うんですけど、 IT があればその場で翻訳できるじゃないですか、うん、そうですね。よく私は足がちょっと怪我していて外に出れないって言うじゃないですか、はい、IT があったら外に出なくても世界中とコミュニケーションできますよね。最高ですね。そう、それをやっぱり具現化していくことが大事なんですね。私のおばあちゃんとかおじいちゃんとか年取っても世界中旅させてあげたいなとか思うんですよ。そう、さっきのヘッドセットで、はいはい、あれでバンジージャンプやってもらいましょうよ。ちなみに、はい、あの、西脇さんほどの、 あのグローバルで戦える、あの、方であれば、ある種一人で、あの、まあ、社会に出ても全然、むしろなんかもっと大きいことができたりする場合もあったりして、マイクロソフトに居続ける理由とかってありますか。一つはやっぱりマイクロソフトのバリューって大きいんですね、うん、さっき言ったように世界中の人たちが知ってるブランドなんですね、はい、だからその世界中が知ってる人たちのブランドであるマイクロソフトと一緒にやってるってことが私の価値を最大化してくれるんですね。で、よく言われるんですよ、私も、起業して自由にやればもっともっと好きなことできるんじゃないのって言うんですけど、はい、その好きなことがマイクロソフトの中でできるからいるんですよ。ここがポイントなんです。なんでマイクロソフトにいるから大事なんですか。やっぱりマイクロソフトの中にいるとさっき言ったバリューも使えるし、はい、マイクロソフトはたくさんの優秀な人が協力してくれるんですね。で、一人でできることよりも世界10万人以上の人たちが一緒になってできることがやっぱり多いんですよ、ね、はい、よく言うのは一人では到達するのは距離が短いけど、うん、たくさん人が集まったらたくさんのところに到達できるんですね、うんうんうん、これをマイクロソフトの中にいると感じます。マイクロソフトの器が結構でかい、かつ多様性も受け入れているっていう。そうですね。実際にこの会社にもいろんな国の人が働いてるんですか。そうですね、世界各国の人がいますし、ダイバーシティにも富んでいますし、はい、もちろん障害を持っていらっしゃる方もいらっしゃって、うん、車椅子でね、このオフィスは全て歩くことができるようになってるんですね、ですから、そうなんですよ。だから、そのすごく人にフォーカスをしてるけど、人を別にね、偏見したり差別したりしてなくて、いや、素敵ですね、誰もが活躍できる場所にしたいと思ってるし、実際そういう場所なんですよ。西崎さん、この部屋は何ですか。これ、ね、ヘキサゴンルームって言って、ヘキサゴンルーム、よく撮影なんかで使われる雰囲気似てません。似てます、はい、なんかここでなんか対談とか、そう、そういうための部屋でもあるんですよね。そしてホワイトボードがあったりするので、またさっきの、はい、ディスカッションすることもできます。ちょっと対談してみましょうか。はい対談番組っぽいじゃないですか。このライト可愛いですね。雰囲気もおしゃれですよね。おしゃれ。だからいろんな空間があって、はい、いろんなバリエーションがあるっていう、まあ、こういうところからもダイバーシティ、多様性に富んでるってのは分かりますよね、はい、で自分のいる場所を変えると、はい、アイデアもまた変わるんですよ、うん、
景色が変わったり、空気が変わったりする、はい、これ大事ですよね、はい、なんか私あと思うのがマイクロソフトの人たちって本当に、ね、誰に対しても平等に接してくれたりとか、その人に対する評価とかがすごい平等でいいなって思います。そうですね、はい、やっぱりいろんな人たちと協力をしてビジネスをやっていくってことなんで、はい、マイクロソフトって自分が頑張った出来上がったというだけでは成績にならないんですよね、うん、へ、残り2つあって、はい、この人に助けてもらった、うんうん、これも大事なんですね。できないからダメなんじゃなくて、はい、できないからこの人に助けてもらったっていうのが評価基準の一つなんですね。へー、あ、助けた人も助けを求めた人もどっちも評価される。そうすると一緒にやってるからより多くのことできるじゃないですか、はい、だから逆もあるんですね。こちらの方、例えば高橋さんを助けましたよというのを言えば、うん、これが評価として上がります。そうするとおのずとみんなでやろうって考え方になりますよね、はいはいはい、協力しようと。そしておのずと私こんなことできるんだけどってアピールしたくなりますよね。あ、なりますね。みんな使ってくれるから、はい、こういう考え方でチームワークができてるんですよね。面白いですね。面白いですね。そうするとね、どんどんやる気になるんですよ。できないことがあって止まるんじゃなくて、できないことがあったら高橋さんごめんやってって言うとできるじゃないですか、はい、で今度私こんなことできるから高橋さん一緒にやろうかっていうと、はい、高橋さんの成績も上がりますよね、はい、こういう一体感を作ってるかどうかですよね。そうだからね、コミュニケーションがすごい大事なんですよね。だから、あ、彼こんなことできたよね、彼女こんなことできたよねということが広がっていくと、どんどん自分の活躍の場所が広がっていきます。自分の得意をどんどん伸ばせる、ね、伸ばせる。学生の方がいてちょっと気になってるんですけど、ホロレンズつけてますね。本当ですね。今何話してるんですか。今のアイディアクティブジャパンっていう新しいプロジェクトの、はい、ミーティングをしてるんですよ。アイディアクティブジャパン、何ですかそれは。簡単に言うとですね、はい、次のビル・ゲイツや孫正義さんのような異彩を発掘して、はい、世界中で愛されるような数兆円ビジネスを作っていこうっていう日本史上最大規模のビジネスコンテストなんです。すごいですね。それを話されてたんですか。詳しく聞いてもいいですか。はい、3つほど大きな特徴がありまして、はい、まず1つ目としては子供から大人まで海外に住んでいる人や、はい、留学生などを含めてみんなが無料で参加できるっていうところが大きなポイントになります。はいはいはい。2つ目は最先端の技術や世界動向を簡単に学べて、新しくアイデアを出して、はい、そのアイデアを実現するというところまでできるビジネスコンテストなんです。ビジネスコンテストなんですね。へえ。まだ特徴あるんですか。3つ目にマイクロソフト、ソフトバンク、フェイスブックだったりとか、その他にもすごく有名な企業さんがスポンサーとして取り組んでいているプロジェクトになっておりまして、例えば高橋さんのような学生だったりとか、はい、その他にも夢を叶えたいと思って頑張ってくれているような人たちが、通常は有料だったこうツールとかをこう今回は無料で入っているところで使えて、こう誰もがこう新しいビジネスだったりとか新しいアイデアを形にしていけるようなプロジェクトになっております。私も参加することできるんですか。はい、もちろんです。あ、そうなんだ。ただいま私たちアイデアクティブジャパンの学生、アンバサダーは、学生メンバーを募集しております。どういうことやるんですか、学生アンバサダーって。具体的にはその戦略から、まあ、実行まで一貫して学生で行っていて、うん、アイデアクティブジャパンを、まあ、リーチする約半分を学生で担っています。すごい、はい、大学何年生ですか皆さん。あ、僕は大学院の1年生です。なるほど、はい、同い年ぐらいなんですかね、就活生。僕も、まあ、24卒の就活生なんですけど。同じだ。そうなんですよ。あと、まあ、24卒、はい、まあ、みんな24卒ですよね、一応。そうなんだ。就活を、まあ、やりながら寝る間を惜しんでこういうプロジェクトをやっています。かっこいいですね、はい、皆さん。じゃあなんか挑戦したいと思ってる学生にはぴったりですね。本当にぜひぜひ、うちだったら絶対関わることができると思います。おー、はい、じゃぜひたくさん参加してほしいですね。はい。今回のマイクロソフトさんと学生の方が行っているアイディアクティブプロジェクトは、あの旬ダイアリーも、ね、アンバサダーとして参加しているので、もし参加したい学生がいたらぜひ概要欄チェックしてみてください。ということで学生の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ということで、お疲れ様でした、はい、オフィスツアー。ありがとうございました。どうでしたか。めっちゃ楽しかったです。もう近未来すぎて、このオフィス本当に見たことなくて、
もうワクワクしました、見ながら。でも西明さんのなんか人柄とかが、うん、やっぱマイクロソフトのその良さを本当体現してるというか、そうなんですよ、あのバリューとかを体現してるってところが、はい、あの伝わったんじゃないかな。ありがとうございます、はい、はい、石坂さんもそうなんですけど、マイクロソフトの方、人がもういいですね、うん、みんなキラキラ自然体に楽しそうに働いてて、うん、本当に憧れます ね自己実現してるっていう感じがすごく、うん、はい、あのもっと、はい、キラキラするようにじゃあ頑張ります。はい、ということで、あの今回後半部分であの軽く宣伝があったマイクロソフトさんが主催するアイディアクティブジャパンの、詳細もぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。ということで、あの本日は長い間あのオフィス開けていただいて、あの無理を言ってありがとうございます。ありがとうございました。ということで、あの気になったマイクロソフト の入社であったりマイクロソフト自体に興味を持った方はぜひあのチェックしてみてください。ちなみに西明さんの SNS も下の概要欄に貼ってあります、よかったら覗いてみてください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。